どうも、マツケンです。今回は7月4回目のコストコ購入品紹介ということで、買ってきたものをまとめて紹介していきます。アマゾンのセールで買ったものが続々届いてるんですけど、黒のオーバーオールをね、買ってみたんですが、どげんやろうか。去年、一昨年着てた、茶色のやつがね、もう色味が破綻してしまいまして、新しいやつ買ってみたんですけど、どうやろな、なんかね、結構ね、縫い目とか雑なんですよね。そんなに高くないし、このベルトの作りがもう絶望的になってて、緩まんけん言っちゃうけど、どうですかね。これ先週の前半はね、すごいね、いいペースで動画出せてたんですけど、木曜金曜でちょっと体調崩しまして、睡眠不足から来る疲労なんですけどね。それでね、撮影できなくて、で土日がサッカーの試合っていうね、そんな感じで撮影する時間がね全くないまま月曜日を迎えてしまいまして、先週買ったものになるんですけどね、紹介したいと思います。各商品の詳細ですね、概要欄の方にまとめてますので、価格だったり内容量だったりですね、購入時点での情報になりますが、確認したい方はぜひ概要欄の方をご覧ください。このチャンネルでは毎週コストコで買ったものをおすすめ商品紹介してますので、チャンネル登録まだの方はぜひ登録してみていただけると嬉しいです。それではどうぞ。購入品1点目はこちら、ポカリスエット。1598円で購入しました。480ml 缶24本入りのケース販売のポカリですね。今週ね、400円オフのクーポン出てまして、かなりお買い得になっております。箱の中はね、こんな感じで、ロング缶ポカリのボトルが24本入ってるんですけど、なかなか、よそでこの形で買えるところってないと思うんですよね。コンビニとか行ったら、基本的にはペットボトルで、って形になりますよね。ペットボトルの方が取り回し良かったりするんですよね。開封した後もこうキャップを閉めればね、持ち運びもしやすいっていう利点はありますが、この缶のポカリはもうほんとね、開封して飲み切らないとっていうところが、デメリットなのかな。でもね、この缶のポカリの魅力っていうか、美味しいんですよね。缶自体が冷たくなってるんで、このままね、冷やして、こう飲むときに、これ自体が冷えてるんで、ペットボトルでポカリ飲むよりか、こっちの方が美味しく感じられると思います。で、うちでの使い方は、基本的に、子供たちがね、スポーツをやってるんで、その時の水分補給用っていう感じで、一応ストックしてまして、今週400円オフのクーポンが出てまして、そのタイミングで買えると、1本あたり 66.5 円というね、相当コストパフォーマンスいいので、大量にね、必要になりますんで、このタイミングでね、1ケース買っております。で、少し前にもですね、このポカリクーポンになってまして、その時に初めて買ったんですけど、めちゃめちゃ使い勝手良くてですね、あと残りがね4本ぐらいしかなかったんで、もう8月の試合とかになったらもうなくなるやんって思ってたんですけど、ちょうどいいタイミングでまたクーポン出てくれました。消費ペース的にはですね、だいたい1日試合があったら子供の分と僕の分みたいな感じで、2本ぐらいは使うかなっていう感じですね。水筒の中全部このポカリで埋めるわけではなくて、基本的には水を持たせておいて、その水がなくなったらとかね、途中昼休憩のタイミングでポカリを飲ませるようにしてっていう感じで、全部が全部ね、このスポーツドリンクでやってしまうと糖分取りすぎみたいな感じにもなりますんでね、そこら辺はバランスをね、取ってます。コストコにはね、こういった感じでポカリもそうですけど、前回の購入品まとめ動画でも紹介したゼリーみたいなやつ、栄養補給パッとできるやつとかもね、こういったケース買いで揃えることできますので、いろいろね、探してみてください。ポカリは本当今週おすすめの商品でございます。購入品2点目はこちら、プレミアータのガーリックサルシッチャ、1098円で購入しました。ガーリックが入ってフランクフルトソーセージですね。コストコでいろんなこういったね、ソーセージ系の商品ありますけど、もう長年これが1位っていう推しの商品です。今週ねクーポンが出てました。300円オフですね。もしねこの商品気になる方は
レビュー動画の方で詳しく紹介してますので、ぜひそちら見ていただけたらなと思います。今週のメルマガには確か載ってなかったような気がするんですけど、店内パトロールしてたら安くなってるみたいなね、そういったことが多い商品かなと思います。結構ね、安くなる頻度あるので、欲しいタイミングがあってもですね、クーポンでなかったらちょっと我慢するみたいな、そんな感じでやってますね。1本あたり 90g サイズのフランクフルトソーセージが全部で、ね、8本入ってまして、今回クーポン効いているので1本あたりのコストは137円になります。コンビニとかで、よくこういったフランクフルト系の商品、ホットスナックのコーナーありますけど、サイズ感はあれとそっくりですね。味はね、こっちの方が美味しいと思います。裏面の情報はね、こんな感じで、パッと見なんか外国のメーカーっぽいですけど、日本のメーカーさんの商品になってますので、こういった情報もね、しっかり日本語で確認することができます。一応こんな感じでね、密閉された状態になってるんですけど、開封したらですね、もう全部取り出さないといけないので、フリーザーバッグ等にですね、詰め替えるようにしてます。で、このまま長いまんまね、食べることってあんまりなくて、ぶつ切りと言いますか、結構一口サイズとかで使うことが多いので、時間がある時にですね、もうあらかじめその調理で使うような形に切っておいて冷凍保存してみたいな、そんな感じで使うことが多いですね。これからの時期、焼肉とかね、バーベキューとかで、ウインナーとかソーセージ系の商品、なんかいいかなって、探すパターンあると思うんですけど、もし迷ったらこれ買ってみてください。めちゃくちゃ美味しいです。購入品3点目はこちら、雪国エリンギ、258円で購入しました。いつも買ってるエリンギですね。新潟県産のエリンギなんですけど、だいたいこれ1パックで 500g ぐらい入ってまして、普通のスーパーで売ってる量の3倍ぐらいの量ですかね、入ってる感じなんですけど、これ1パッケージで今週は258円でした。めちゃくちゃ安いです。エリンギもそうなんですが、生花エリア全体ですね、野菜の価格って結構日によって違ってまして、今回たまたまね、258円という価格だったんですけど、これかなり安いお買い得な価格になってました。だいたい300円台前半とかだったと思うんですけどね、250円台というのはなかなかない価格です。ただがっつりね、価格が下がってるのにはだいたい理由がありまして、結構ねクタッとしてるものが多かったですね。今回選んだのは割とパキッとこうしてるやつなんですけど、最初ね何も見ずにパッと取ったんですよね。混んでたんでパッとこう手を伸ばして取ったやつが、もうグッズグズになってたものがねあって、これはさすがにと思ってね選び直したのがこれなんですけど、野菜関係の商品って、店舗独自の値下げみたいな感じでメルマガにはあんまり載ってなくてですね、その日その日で、もう設定価格が違ってて、で値段がね特別価格とかで安く表示されてるのにつられて買ってしまいたい気持ちはあると思うんですけど、個人的にはあんまりおすすめできないですね。ベストなコンディションからは明らかに、もう下がってるものが安く売られてるっていう、そういったケースがかなり多いです。特に最近だとトマトですね、花姫トマトはよく買ってましたけど、もう7月に入ったらですね、コンディションがあまりにも良くないっていうのが、ここ 2,3 年の学びで、もう買わないようにしてます。7月8月はもう買わないですね。そこで基本的な野菜揃えられますけど、価格がね結構上下するっていうことで、買わなくても価格だけはチェックしておくってことをやっておくと、なんかこう、あ、今買いだな、お買い得だなっていうラインを使い見やすいと思いますので、ちなみに、もう258円っていうのはねかなり安かったです。購入品4点目はこちら、安曇野絹豆腐、638円で購入しました。いつも買ってるね豆腐なんですけど、最近全然買ってなくて、買い忘れというか、そんな感じだったんでね、ちょっと今回買っております。開封すると中はこんな感じの豆腐ですね。 150g が2パックつづりという感じになってまして、これがね、150g のパックでいうと12個分
になります。これ1パックあたりのコストは 53.1 円です。1個ね 150g って結構量は多い方ですね。それでいてもう1つ50円台ということで、すごくコスパいい商品です。でパッケージの方にもありますけど、国産大豆と北アルプス産系の伏流水を使って作った滑らかな絹豆腐ですということですね。特別これうまみたいな感じではないけど、普通に美味しい絹ごし豆腐っていう感じでね、うちの家族のメンバーもすごく好きなので、豆腐食べるってなったらもうこれを基本的に買うようにしてます。こんなにね一気に豆腐買ってどうするのって感じになるんですけど、これ賞味期限が結構長めに設定されてまして、今回購入分は8月30日までありますので、1ヶ月以上、だいたいある感じなんですよね。なので、最初ね買ってすぐっていうのはやっぱ冷蔵庫の中にねこれ豆腐がぎっちり詰まってるような感じなんですけど、こういったものを毎日食べるような感じになってくると思うんで、賞味期限越したことはないですね。なんやかんやきちんと食べきってますね毎回。今の時期なんか特にもう冷ややっこが美味しい季節なんでね、基本的には冷たい状態で食べることが多いかなという感じですね。購入品5点目はこちら、紅天使焼き芋、1198円で購入しました。エピソード1169の方でね、紹介した紅天使の焼き芋ですね。もうめちゃくちゃ美味しい、ただただ美味しいこの焼き芋なんですけど、久しぶりに購入しました。袋の中はこんな感じで凍った焼き芋がねゴロゴロっと入ってます。今回はですね、もうちょっと開けちゃってねほとんどないんですけど、だいたいこれぐらいのサイズのものがね10本ぐらい入ってるかな。構成は結構バラバラです。めっちゃぶっといのが入ってたら全体の本数的には少なくなるんですけど、今回は形そこまでこうバラつきないものを選びました。で冷凍庫から出したばっかりなのでまだねカチカチの状態なんですけど、自然解凍でね5分ぐらいほったらかしとけばもう食べれるぐらいの柔らかさになります。なんかねさつまいもシャーベットみたいなそんな感じなんですけど、このね凍った状態でもしっかりさつまいもの風味と甘さを感じられてなかなかないんですよね。本当に甘くないとこの温度でね甘さって感じないので、すごく美味しいです。であとはねあったかい状態で食べたいんだったらトースターとか電子レンジ調理ですね。そうするとねっとり食感の蜜芋を食べることができます。そのあたりはねお好みでいっちゃってください。僕はね冷たいまんま食べるのが好きなんで、これがだいたい10分未満ですかね、常温放置しておいたものになります。中は硬いけど外側もトロッとしてる、こんな感じです。100点。今の時期アイスとかね冷たいもの食べたくなること多いんですけど、変なねラクトアイスとか食べるよりも全然この芋を食べてた方が健康にもね、いいと思いますし、めちゃくちゃね満足度が高いですこれは。うん、お好みでね皮は外してください。前回買った時はね皮外して食べてたんですけど口に残る感じだったんでね、今回はなんか皮ごと食べても嫌じゃない。うまっ。もう焼き芋1キロで価格が1200円で結構高いじゃないですか。で日頃からねコストパフォーマンスのいい商品を追いかけてる僕としてはですね、普通にさつまいも買って焼き芋作ったら一番いいよみたいなそんな考え方なんですけど、そもそもねここまで美味しい焼き芋を作るのが難しいんですよね。焼き方だけじゃなくてその前の芋が美味しくないと、熟成されてないと美味しい焼き芋にならないっていうのをね去年一昨年もう散々焼き芋を研究してね、気づいたことで、それがねこれだったら冷凍庫にもうすぐ食べれる状態で入ってるんでクオリティが高いんでね、このコストでも納得と言いますか、もう本当めちゃくちゃ美味しいんで、コストコ行くたびにね買いたくなるのを
我慢してます。それぐらい好き。さすがに両端の部分はね、筋というか硬い部分があるんで、そこだけちぎりますけどね。あとはもうこんな感じでちょっと潰して食べる。うまっ。この商品はね、福岡の久山倉庫店は買えなかったんですよね。ロードショーのタイミングとかで、まあ、何年か前に出てたみたいな感じだったらしいんですけど、今年に入って、まあ、何ヶ月か前からですけどね、ずっと店頭にこの在庫があるような状態が続いてますので、もしね、興味ある方はぜひ買ってみてください。1キロ入りって結構量あるんですけど、物の大きさ的にはね、そこまでないので、冷凍庫のスペース的にも比較的優しい商品かなと思います。試しやすいと思うんで、ぜひ買ってみてください。購入品6点目はこちら、ライフドリンクカンパニーの和歌山湯浅の水、388円で購入しました。2リットルのミネラルウォーターが6本入った商品になります。箱の中はね、こんな感じでラベルレスの2リットルのペットボトルが入ってるんですけど、このペットボトルのね、材質もあのサントリーのウーロン茶みたいにめちゃめちゃ硬いガッチガチのタイプじゃなくてね、もう中身がなくなるとペチャッと簡単に潰すことができる薄めの質感なんで、飲んだ後のね、処分もしやすいと思います。で、この水のボトルもね、定期的に買ってるんですけど、主に家族のメンバーの外出時の水筒の中身ですね。今回はね、水買ってるんですけど、同じメーカーの商品で緑茶、お茶の2リットルのボトルっていうのもストックしてますので、まあ好みに合わせてね、その時飲みたいものを、まあ、水筒に詰めるような感じで使ってます。1ケースあたり388円なんですけど、1本あたりのコストを求めると 64.6 円になります。で、500ml 換算にすると16円ぐらいになるので、まあ、500ml のペットで考えたらカークランドの水よりも安いっていう計算になります。まあボトルがね、大きいんで安くなるのは当たり前なんですけど、コストだけで考えたらこれがコストコで一番安い水かもしれないですね。去年までは麦茶をね、持たせてたんですけど、そのお茶を作るっていう家事が嫌いすぎて、今年はもうやめたんですね。作っても飲まなかったりとかね、余裕であるんで、こういった水だったりお茶だったりっていうのを常備しておいて、まあ、それらを使うっていう形で今年はやってます。このお水も美味しいですし、お茶も美味しいんでね、ストックしておきたいペットボトル系の商品、ってなったら結構おすすめですね。これは購入品7点目はこちら、スケロク寿司、1580円で購入しました。ここ数年見かけなかったスケロク寿司が復活しました。昔はこの稲荷と太巻きのセットっていうのがね、かなり安い価格で販売されてて、定番商品的な感じでずっと買えてたんですけど、ここ2、3年くらいは見かけなくてですね、今年復活したんですが、結構ね、価格が上がってます。スケロク寿司って基本的には大人が好んで食べるものみたいなね、そういった感じだったんですけど、サラダ巻きが入ってくれたことによって、実はお子さんもね、すごいこう手に取りやすいようになったかなと思います。うちの子供たちもですね、もうバクバク食べてました。意外だったのが太巻き。太巻きはね、野菜とかたっぷり入ってたんですけど、下の子とかもね、全然ガツガツ食べてたんで、まあ、全体的にこうすごい食べやすくなってたかなと思います。この商品はレビュー動画出してますので、詳細知りたい方はぜひそちらのね、レビュー動画の方をご覧ください。で、僕がこれ買った時から今日に至るまで結構コストコ行ってますけどね、一回も売り場で見てないんですよね。まあ、行く時間帯によってで買う人が多いと思うんで、例えばお昼ご飯前とかね、晩ご飯前とか、そういったタイミングに行くと店頭にあった在庫がもう残り少なかったりなかったりとかっていうことがあります。どのタイミングでこう商品が補充されてるのかっていうのが分かんないんで、まあ、朝一行ったら確実ではあるかと思うんですけど、それ以降がねちょっとまだつかめてないですね。このスケロク寿司が出てくれたことで、こう20巻ぐらいの握りの商品と組み合わせやすくなったんですよね。ファミリー盛りって50巻ぐらいあるんで、ちょっと量多いなみたいな方だったりっていうのは、スケロクと握り系の商品をこう組み合わせることで40巻ぐらいで、コストも4000円ぐらい、3500円から4000円ぐらいに収まる
ていう組み合わせがね結構できるようになったんで、すごくいいなと思ってます。今だとおすすめなのがこの間紹介したサーモンの握りとこのスケロクのセットですね。全部で48貫で、価格はねファミリー盛り超えちゃうんですけど4000円ちょっとで、48貫でサーモンとスケロクのセットみたいな感じでお寿司用意できるんで、それ結構いいなと思います。単体でスケロク食べるもよしやし、あと握りと組み合わせたりとかしてね、ぜひ食べてみてください。ということで以上7点ですね。7月4回目のコストコ購入品紹介でした。今年のね1月からお迎えした、トカゲなんですけれども、もうだいぶ慣れましてね、こんな感じで手の上に乗ってくれるようになってます。めちゃめちゃね外に出たいんですよねこの人は。爪がね地味に痛いんですけど、かわいい。でこのつなぎも届いたし、あとね今日はねイヤホンが届いたんですよね。耳にね引っ掛けて使うタイプの密閉式じゃないワイヤレスのイヤホンなんですけど、これもね音はねぼちぼちかなっていう感じ、安かったんでね、サウンドピーツというメーカーの前なんかね何年か前に同じメーカーの商品ね、買って紹介してるんですが、それがどっか行っちゃってね、ワイヤレスのイヤホンちょっと使いたくなったんで、ちょっと試しに、ね、買ってますが、こういったものは Vlog で紹介したいなと思います。最近ちょっと出せてないですけどね、 Vlog 系の動画にてっていう感じで Amazon の購入品、あとねフリーザーを買ったんでそれ届くのめっちゃね楽しみにしてるんですけど、まだね届かないですよね。もう買ったものはね全部届いたかなっていうぐらい揃ってはいるんですが、そのフリーザーだけ、フリーザーが届いてくれたらもう相当キッチン周りのね取り回しが良くなるので、冷凍食品とかもね、もっと買えますし、はい、それが今の楽しみです。ということで今回の動画は以上になります。このチャンネルではコストコで買ったものをおすすめ商品いろいろと紹介してますので、よければね過去の動画もぜひ見ていってください。概要欄の方におすすめ商品とか新商品のねプレイリストを用意してますので、手っ取り早くおすすめ商品等を知りたい方はそちらの動画をねざっとチェックしていただくといいかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録まだの方はこちらのアイコンから登録できますので、ぜひ登録の方お願いします。それでは。